ロマン・ノイシュテッターは旧ソビエト連邦ドニプロ出身のサッカー選手。FC ディナモモスクワ所属。ポジションは MFDF ロシア代表。父のペーター・ノイシュテッターはドイツ系キルギス人であり、カザフスタン代表及び FC ドニプロ 1FSV マインツレーゴなどで活躍したサッカー選手であった。父が、現役時代に所属し、 コーチを務めている1、FSV マインツ霊ゴのユースチームでキャリアをスタート。2007年にトップチームに昇格した。2009年に13年間所属したマインツを離れ、ボルシア・メンヒエン・グラート・バッハに移籍。2011から12シーズンの4位に貢献する、活躍が認められ、2012から13シーズンから4年契約で、シャルケレヨンに移籍した。 FC ディナモモスクワは2019年8月9日、フェネル・バフチェを退団していたロシア代表 DF ロマン、ノイ・シュテッターを獲得したことを発表した。契約期間は1年間となっている。世代別ドイツ代表に選出。2011年、ボルシア・メンヒエングラートバフハでの活躍により、ウクライナサッカー連盟はウクライナ代表入りを打診。本人も乗り気であったが、実現はしなかった。 2012年11月14日、オランダとの親善試合で、ドイツ代表デビューを果たした。2016年1月、ユーロ2016へ向けドイツ代表から遠ざかっていた、ノイシュテッターに目をつけた、ロシアサッカー連合からロシア代表入りを打診され、本人もこれを承諾。2016年6月1日、チェコ戦で、ロシア代表として代表デビュー。 しかし、自国開催だった 2018FIFA ワールドカップには、落選に終わった。ありがとうございます。